はいどうもボテトンです前回ライトボウガンの通常速射レベル1とねレベル2を比べましてまああのこのねボロスボローカの方のレベル2が、えー、圧勝で終わったといった感じでお伝えしましたがこのボロスボローカと非常に性能がよく似ている資料ゴーストというのがありましてこちらですね、えー、ボロスボローカと装填数反動リロードともにね、えー、同じ性能になります。 違いといえばですね攻撃力が少し低い分代わりにね回心率が35%とかなり高めに設定されています。ボロスボロロスーカと比べるととですね、マイナス20%から35%ということで55%の開きがあります。とということで今回は同性能のレベル2通常速射が打てる銃で1分間打ち続けた場合攻撃力が高い方が勝つのか回心率が高い方が勝つのかを見ていきたいと思います。 ままずは性能の方を見ていきましょうボ、えー、ボロスボロスーーカーですね装填数3で反動パーツ3つつけることによって反動承認そしてリロードは普通とこんな感じになってますが、えー、これはね資料ゴーストも同じ条件になりますどちらもリロードはこれ以上早くできないので近接射撃強化パーツをつけていきたいと思いますでは最初にスキルを何もつけなかった場合どっちが勝つのか実際に見ていきましょう はい。ということで、どちらも同じ性能なので、同じ弾数93発ずつ打って、えー、ボロスの方は3119、資料の方が3208と、改心が出る出なかったりもあるので、ほぼ互角ですね。では次はこの資料ゴーストの方を改心率100%にして、常にね、改心が出る状態で試していきたいと思います。スキル構成は、見切り7、超改心3、渾身3を付けております。 これれでで攻撃力が332のの率100%という状況にになってております。すそれに対してボロスの方はですね、ハンデがつかないように同じスロットの数の装飾品などをつけていくということで見切り7に対して攻撃7超会心3に対してフルチャージ3で3つ目は攻撃を上げれるものがもうないので同じね渾身3をつけていきたいと思います。 これで攻撃力が424となって資料と比べると9 2もね差が出てしまいましたで会心率もね渾身さんのおかげでマイナス会心を消すことができて15%となっていますということで攻撃力バーサス会心どっちが勝つのか早速やっていきましょう はいということで先ほどよりもね更に差が開いて狩猟ゴーストの方が341上回りましたね攻撃力はかなりボロスの方が高くてね有利だったんですが実際ね火力を求めるのであれば狩猟、えー、ゴーストの方がいいという結果になりましたただこの結果を受けましてボロスの方が悪いかと言われますとそういうわけではなくてですねボロスの方にはスロットが多く空いている上に防御力ボーナスの方がついています ですので、防御力を上げたい方や、スキルを盛りたい方はね、ボロスを選んでいただいて、何が何でも攻撃力という方はね、資料ゴーストの方でいけばいいんじゃないかと思います。はい、ということで、今回の検証はこれで終わりになります。チャンネル登録お願いいたします。では、またねー。